どうも、花田でございます。今日はですね、3人でランチを食べようということでございまして花輪家でよく行っております洋食屋のお店ね、おすすめなんで、ご紹介したいと思います。行きましょう、花輪チャンネル。さあ、ということでこちらですね、ちょっとね、今昼時でめちゃめちゃ混んでて車がわーっと止まっちゃってますけど、はい、ヒデヤさんです。はい、行きましょう。コミュニジも来ててね、野球選手とかね、なんか野球のだからあれでしょ、ヒデヤさんの社長の秀島さんです。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。それで、いつもお世話になっております。すいません、はい、今これ何年目になりますか。もうね、38年。38年ですよ、すごいですね。で、あの、いろんな著名人の方来てますけど、もともとあれですか、社長は野球の、そうですね、リトルリーグの、いや、あの、少年野球の関係でね、その自分の教え子とかが、結局、まあ、あの、西武ライオンズにね、鬼崎行ったりしたり、鬼崎選手が、あの、教え子なんですね、すごいですね。とうちでバイトをさせてね、野球終わった後、あ、そうですか、変なことしちゃいかんってことで、うちで皿洗いさせてね、それでね、著名人の皆様も大好きなこの日比谷の、洋食ですけども、ちょっと今日もいろいろ、やっぱハンバーグですね。そうですね、やっぱりもうこれしかないって感じで、ハンバーグステーキがこれが美味しいんですよ、ね、ジャポネソース、勝利君も大好きだもんね、ハンバーグステーキね、ハンバーグステーキ大好き。じゃあちょっといろいろ頼ませてもらって、はい、はい、いただきたいと思いますんで、すいません社長お忙しいのに、いいえ、どうも、はい、よろしくお願いします。ごゆっくりどうぞ。はい、すいません、ありがとうございます。じゃあこれ一番色乗ってるスペシャル定食、ね、はい、スペシャル定食ね、私の主張何するハンバーグとステーキと色々あるよ。エビフライも美味しいですね。そうよね、あの、やっぱソースがやっぱり結構ね、ジャポネソースねとか、タルタルソースが、ね、タルタルとか、うん、あれやっぱり全部自家製ですか。そうです、ハンバーグ、チーズ、やっぱりそのエビに合うような、エビフライに合うような、合うようなね、タルタルソース、ランチで乾杯。乾杯。そうちゃんも一応乾杯。乾杯。うまい。うまい。うまそうだな、お前の。処理も美味しそうだね、この辺。食べていいじゃん。この辺食べたくなるもん。むっちむっちしてるから。年ぐらい取ったもん。ちょっと取ってもいいんじゃない、この辺。うん、肉。よし。ハンバーグとどっちか、あー、ちょうちゃんの先に来た、よかったね、さすがあってね、勝利、はー、おいしい、すごい、すごいね、勝利、めっちゃおいしそうだね、いやー、さ、ハンバーグおいしそう、ドリアだ、すごいね、勝利ちゃん、ちょっと待ってね、スペシャル定食ね、はい、はい、うわー、すごい来た、おいしそう、トロが、トロが入ってたです、これがスペシャル定食です。美味しそうですね、すごいね、これはスペシャルですね、さあ、わー、ということで来ました、イエーイ、美味しそう、いただきましょうか、はい、いただきます、いただきます、すごい、いや、見てこれ、これエビフライ、こんな、めちゃくちゃでかい、いっぱい、ハンバーグでさ、タルタル、すごいよ、この量ですね、これが美味しいんだね、よし、まずは勝利くんお腹空いてるから一緒に行っちゃってください、いただきます、はい、お、柔らかい、柔らかい、一緒だね、熱々、熱かった、熱々、大丈夫、うまい、美味しいね、ドリアがね、これが美味しいんだよね、しょうちゃんね、しょうちゃんドリア好きだもんね、うん、まだ熱いまだ熱かった、うまっ、うまっ、うん、お箸で食べるのがいいんですよ、しょうちゃんにカニちゃんあげる、いただきます、うん、さあ、じゃあちょっとせっかくだから、まずこのタルタルいきましょうか、ほら、こんなでっかい、きれい、よいしょ、ちょっと待って、重っ、よいしょ、おらー、すごいことになっちゃった、いきましょう、いくぞ、これで、うお、いただきます、うん、うん、おいしい、うん、いいよ、でかいね、プリップリ、すごいですね、これ詰まってますもん、みんな、
おいしい、おいしい、最高、おいしい、おいしいね。そこね、ハンバーグがね、ほんとね、柔らかくてね、飲めるハンバーグってね、言う人もいるぐらいね、柔らかいんですよ。ほんま、いただきます。うん、おいしい、柔らかくて、ふわふわなんだよね。おいしい。ここにはステーキがあるからね。うん、おいしい。このソースがね、ジャパネソースが、ほんとおいしい。うん、何これ、これもタルタルかな。うん、何だ、何だろう。うん、イカ、イカ、イカか、うん、おいしい。大きいイカですね、また。イカちゃんおいしいよ。うん、ね、うまいっしょ、ね、フラフラ美味しいね。そうだったね。白身フライもあるから。白身フライまで、これもタルタルにこうつけて。うまっ。白いご飯食べたいでしょ。美味しい。でもなんでドリア？これでかいな、このエビフライ。すっごっ。いいね、うん、いい音ね、プリプリ、うん、ねえ、分厚いよね、うん、うまっ、めっちゃ美味しい、ほんとほんとスペシャルだね。うん、私スペシャル初めて食べた。待って、うん、スペシャルは初めて。ほら、スペシャルだわ、うん、まさに。これね、スパゲッティがこうでしょ。スパゲッティにハンバーグこう、ちょっと待って、めちゃくちゃじゃん。ハンバーグ、スパゲッティこう、まずこういきます。で、ここにハンバーグもこう乗せるんだよ、こうやってね。で、これでご飯も絡めながら。うん、うめえ。いや、これは最高ですね。さあ、というわけで、浜脇が大好きな洋食屋さん、ヒデヤ、ご紹介しました。あの、本当にね、もう腹ペコの人は、ぜひとも来てみてください。という感じでございまして、まだ食べてますけれども、ごちそうでした。美味しかった。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも何か僕にやってほしい企画などありましたら、ぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。花輪でした。